いいですか。はい、今日はビーツのスープですね。ビーツって地元でもこう、あの多分ね、今日熊本産かなんかだと思います。長崎県ではないんですけど、で上にあのかかってるのはあの生クリームを少しあのかけてますので、はいはい、最初こちらから召し上がってください。今日ははい、いただきます。まずですね、たけのこ下ですねは炙って木の芽味噌、緑色の味噌ですね。で真ん中はハーフドライトマトのバルサミコソースで、とあの白い器に乗っているのはたけのこ芋っていう芋があるんです。あの見た目はたけのこみたいな芋で、あの煮物とかによく使うんですけど、煮崩れしにくくて、あの熱を加えるとこうホクホクするんですね。でこちらがたけのこ芋のブイヨン煮です。で、春人参のすり流しになってます。素晴らしい。そしてです、今日のお刺身はあの竹に乗ってるのは水イカです。水イカ、うん、はい、はい、人参の上にあるのはカワハギです。カワハギ、オッケー。で一番右側はヒラマサ。ヒラマサ、はい。で、あのカワハギは多分ポン酢の方が合います。で、あのあとはもうお好みでお醤油でもポン酢でも大丈夫かと思います。カワハギ、このあの真ん中の白い部分ですね。わ、はい、かりました。ありがとう。ポワレになります。でソースの方はビネグレットソースですね。あの酸味が効いたソースを使っております。アコーダイ、アコーダイ、アコーダイ。お箸の方で召し上がりください。アコってタイの一種なんですか。そうです、そうです、そうです、はい、アコとかも言われますけどね。こちらはあのウニを使ったウニのクリームパスタになります。こちらの麺はあの島原の手延べそうめんをあの作ってるおそうめん屋さんが作ってる手延べで作ったパスタの麺を使ってます。ありがとう。このウニってこの甘く咲いた時紫ウニっていうのがあったんです。これも紫ウニです。 でも長崎の、あのはい、南串田のここを下ったところの、はいはい、立花湾です。素晴らしい、はい、じゃあ天草も立花湾で。天草はあの有明海の方があれですね、面してますね、はい、いただきます。お願いします。こちらはあの立花湾さんのヒラメのムニエルになります。でソースの方はあの魚介のだし汁を煮込んだソースになってます。で、あの上に青さを少しアクセントに添えて、あの黄色いつぶつぶがあると思うんですけど、これはレモンの皮を吸ってます。はい、ありがとう。召し上がってください。アワビ身自体にはですね、あのガーリックバター醤油がかかってて、周りの白いのは肝のクリームソースです。で少し肝も置いてますので、あのちょっとつけながら召し上がってください。美味しそう。長崎和牛ランプキャップのステーキですね。あのもう単純にヒマラヤ岩塩とわさびとお醤油で召し上がっていただきます。今日は、はい、はい、ありがとう。アワビ回してこっちに取れるように。OK。ありがとう。たけのこご飯と
タケノコとワカメのお吸い物になります。ブドウのシャーベットね、はい、コーヒーでよろしいですか。はい、はい、ありがとう。